こんばんは、丹羽しのぶです。今回の問題は、警部からの挑戦状。ようやくやってきましたね。ずっとここで待ってたんですから。やだな、寝ぼけてるんですか。あなたは探偵の中でも有名なアンラクイス探偵で、私はその助手じゃないですか。確かに、前回はいろいろあって警察として動いていましたが、それでイワーナ警部が余計に張り切っちゃって、不謹慎ですが探偵に挑戦状だって、問題を作ってきたんですよ。事件は解決済みで、警部が言うには、あえて情報を減らして問題にしたそうです。では、読みますね。とある一人暮らしのアパートに、Y という男性が住んでいた。ある日 Y は、近くのスーパーに徒歩で向かった。スーパーで買い物をした Y は、帰り道、最近発売されたジュースを飲みながら歩いていた。すると、そのジュースの中には毒が入っており、Y はその場に倒れ込んだ。警察は事件として調査を開始したが、おかしなことに気がついた。Y はそのジュースをスーパーで購入していないのである。レシートを確認しても記載はなし。自販機での購入や路上で配っているものを受け取った他の店で購入ということでもない。盗んだり、拾ったり、渡されたものでもなかった。一体 Y はどこでそのジュースを手に入れたのか。探偵ならすぐに解けるはずだ。検討を祈る。以上です。お、その顔は、すでに謎は解けていますね。一応私も事件を整理したいですから、回答は数秒後でお願いしてもいいですか。ありがとうございます。問題。ジュースはどこで手に入れたのか。回答。おまけ。解説。新発売のジュースは別の商品のおまけとしてついてきたものだった。そのため、レシートの記載はなかった。また、あえて情報を減らしたということからも、警察はスーパーで Y のレシートから購入したものを調べたことで、すぐに分かったということである。さすが、先生お見事です。警部にも伝えておきますね。ではまた。チャンネル登録。グッドボタン、よろしくお願いいたします。